日本兵庫県伊丹市、西野西野は、兵庫県伊丹市の地名。現行行政地名は、西野1丁目から西野8丁目及び西野。2011年10月1日の伊丹市による、推計人口は7967人。郵便番号は664-0028。向こう側にかかる、向こう側新橋の東詰め、向こう側支流の天神川にかかる天神川橋。 大日橋の北詰めにあたる。北側で、宝塚市弥生町、安宋西、安宋南、東で中野北、中野西と、南で天神川をまたいで池尻、南西の向川河川地域で、天ヶ崎市、西根陽向川をまたいで、西で、西宮市電今野、宝塚市備幸町、五社の前町と接する。地内のほぼ中央を、 兵庫県道42号天ヶ崎宝塚線が通っている。北部には県営、西の団地、県営、小松原団地をはじめとする住宅地、南側の天神川沿いは、関西電力痛み変電所、田島金属工業をはじめとする工業用地及び公園用地が多くを占める。宝塚市役所、阪急今津線坂瀬川駅は、向こう側大橋の西側方面にあたる。 地内に鉄道は通っていない。すでに商船、半角鉄道、半神電車も通っており、鉄道敷設の必要性に乏しいとされていた、天ヶ崎に経路を変更され、阪急神戸本線が通らなくなったことが原因の一つとされている。かつて西国街道の宿場町として栄えた伊丹では、あるが鉄道が乗り入れることで、日帰りで往来することができるようになるため、 宿場側からの圧力で中止されたともされる。阪急電鉄も最初期の計画では、伊丹付近の開発を名目に付設免許を申請していたことから、現行よりも北寄りの伊丹駅、門戸薬人駅付近を通るルートとなっていた。後に、阪神間の短絡を目的に、現行のルートに変更されたものの、創業当時の小田原急行鉄道などとは異なり、 当時はかなり注目されていた鉄道の敷設を阻害する結果を招いていた。この後天宝線、阪神間東西モノレール、阪神間南北地下鉄計画、阪急伊丹線宝塚方面延長といった計画が出ては消えていった。各鉄道路線の培養線としてバス路線が通され利用されている。ありがとうございます。